それは不思議の森に住む一人の女の子の小さな冒険の物語。おじいちゃんから薬の材料を探してくるように頼まれた薬屋さんの女の子メロンちゃん。ちょっとへんてこな不思議の森へ素材集めに出発だ。森の住人が巻き起こす様々な事件を解決して目指せ一人前薬師。森での冒険を終えると物語の舞台は地下遺跡へ。ここは暗く湿った洞窟、賢者の石の錬成。遥か昔に森の地下で行われていた実験とは。ごきげんよう、私の名前はロゼッタ。確か私は誰かに仕えていたような気がするのですが、ここからは雰囲気システムがガラリと一転、ゲームはダンジョン探索 RPG に。行方知れずのお母さんを探し、ダンジョンに挑もう。僕たちならやれるよ。どうしてもお母さんのことが知れない。ダンジョン探索 RPG メルヘンフォーレスト、初回限定版には僕のフィギュアがついてくるよ。